はい、どうもトメティズです。はい、よろしくお願いします。高城君が、はい、いろいろ当たってるのを目の当たりにしまして、はい、チケットガシャというのチケットガシャ、はい、あのまた恒例の、はい、集めてました、ね、そうですね、いつも集めてますね、いつも集めてるよ、はい、集めてるよ、ねこれ30連、ね、はい、ちょっと30枚貯まったんで、ああなるほど、一気にいっちゃおうかと、ね、分かりました、今回僕超降臨がもろもろの事情で、はい、ダイヤすっかりかになりました。なぜかね、はい、徐々セレを回しすぎたっていう感じになります。そうですね、はいはい、もう動画になってない時点でさしてもらうということで、そうですね、はい、まあいろいろですよ、はい、そんなのが甘くないということで、わかりました、はい、行きましょう。まずは30連の、最初の10枚目いきますよ。まあ最新のやつもこれで当たるわけですよね。そうですよ、だから VS メダルとかも当たる可能性があるんじゃないですか。なるほどですね、はいはい、これで当たっちまえばもうそんな関係ないですよね。あ、まあまあ確かにね、出どころは出どころはもう何でもいいですから。そうか、果たしてこう僕を揺るがすことができるか、ぜひね。まあ、あの基本これチケットガチャなんで、はい、あの確定がないんです。そうなんですよ、これ結構ね、これが怖いんです、爆死率高いんですよ。確かに昔でも結構当たりましたよね。ね、急激なのがひどいですよ、10連爆死とか全然ありますからね。ただやから別に文句言えないです。まあまあね、こんな文句言ってる場合じゃないんですけどね、まあ、うん、ただまあ集める苦労もあったりもします。いや、そうなんですよ、うん、時間かけてやっとるから、せめて最新じゃなくても何か SSR は当たってくれるからね。まあ確かにね、うん、うん、ま、これで当たるとラッキーですよ、本当に。いや本当にね、うん、あのお得感が、歴史で言えば僕バニラアイスとかも、これで出てたんですね、はい、アバッキョとかも当ててましたね、はいはいはい、あ、僕もプロシュート兄貴は確かに、あ、そうそう、当たってました ね、しかも2枚、そうなんですよ、うん、なんかポロポロやったら出てましたけど、ね、どう、本当ですね。さあ、そろそろ無駄無駄ですから、全然こうカットインがないですね、今のところ確かに、うん、無駄無駄無駄。さあ、ここで入るかな、まだ SR、 ああ、もう今だ、うん、ほら、やっぱり、あ、やっぱりもういやいや、大丈夫ですよ、まあまあまあ、30枚のうち10枚ですから、まあまあまあ、うん、あと2セットですね、これありますか、もう間髪入れずに、わかりました、間髪入れずに、なるほど、ノーカットでいきましょう、ノーカットでいきましょう知らんけど、いや本当に今ノーカットでいきましょう、はい、いきましょう、よっしゃ、ドギューン、ムダ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 、まあね、極性ガシャで言ったら1セット目何も出んかったもん、まあまあ、だから次ボックスやったら出ますよ、絶対。まあ確率的にね。確率的には。はい。だいぶ消費されてます。ね、極性ガシャやったらの話です。確かにね。ただ、はい、レバーの話ですから、ね。まあさすがに2連チャンではね、無駄無駄が消えますから、なんとかなるでしょう。なんか青の孝太郎とか出てそうな気がします。いやいや、まあ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 。チケットで出、はいはいはい、出がちだね。出がちだね。うん、出がちだね、うん、さあ、赤字とかね。チケットも2年ぐらいになりますかね、これね。覚えてますよ。あ、本当ですか、うん、僕入院してた頃にチケットなんか初めて聞きます。あ、そうなんだ、うん、さあ、もうそろそろかな、そうそう、うん、枚数がね、数えてない、そうですね、僕ら基本数えてないですから、確かに、だん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 さあ、ここかな、ここかな、あ、まだやった、最後の1枚ですね、これ、ね、最後の1枚で、最後の1枚、だん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 、これ最後、え、もう1枚、いや、わからない、もう1枚ある、あー、あ、嘘でしょ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 、いえ、誰にピースしてんの、視聴者に。もう、おい、間髪入れずいくから。間髪入れずいくから、もう。いきますよ。さあ、行きましょう。ラスト10枚です。もう、これで終わります。もう。金庫は怪しい。あ、でも稲妻じゃないからいいかな。なんかもう、それもようわからない。わかんないですね、確かに。うん。まあ、多分僕、このチケットは、正直言うと、まだ、余力はあります。交換。マジですか。はい。なんで、まあ、動画は一応、キリがいいです。ああ、なるほどね。はい、言ってますけど、今のところでも僕に永遠の安心感与えてくれますよ、本当に。友達じゃないか。そうです、友達になります、これは。ほら、もう24枚ぐらい今 SR ですよ。いや、そうですね、もう確かに確かに。25枚ぐらいですよ、はいはい、すごい嫌なこと言ってますよ、ね、僕。カウントアップされて、カウントアップされて。さあ、残り何枚なんだ、何枚だ、来るのか、全然カットインが出ないぞ。マジかよ。怖い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 。もうなんか、ちょっとね、プロ野球で言ったらちょっとノーヒットが続いてる。いや、ほんまじで、ノーヒットノーランの可能性が。やばいですよ、これ。さあ、あ、来た、よしよしよし、あー、おい、なるほど、急にいいのが出ましたね。もうディアブロムジャラティ、あー、あー、なるほど、ま、セーフ、セーフ、マジ1枚や、すげえ1安打完封された気分です。
いやまあ1安打が2塁打ぐらいかな、まあ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 、2塁打か3塁打ぐらいの、うん、野球で言えば負けですけど、まあ、まあ、徐々に節制してたらありです。しかもね、あんま持ってないです。すごいですね、はい、まあまあ確かにね、義務教育ぐらいでしょ。全然まだ、そういう意味ではまあ、はい、まあ、ただ闇が深いです。闇が深かったですけど、まあまあ、はい、ただですから、まあ確かにね、はい、また次回頑張りたいと思います。はい、怖、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。